会議ゲリムスをデイブルフォーエイでいきたいと思います。今日はですね、なんとロッドがついに DLC の開発状況について言及しましたので、今後出てくる予定の DLC というところについて話をしていきたいと思います。という感じで本日もこちら1つ目ついに DLC か、2つ目ロッドのインタビュー内容で、最後にですね、有名なニュースサイトではそれを踏まえて、まあいろいろね、こうだよねって感想の中で懸念点とかいろいろあったので、そういったところも合わせて共有できればって感じで早速やっていきたいと思います。でまず1つ目に DLC という形なんですけど、 DLC まあよくね、いろんなゲームではあるよね。まあティアキンとかも最近 DLC みたいなのがまあトレンドに上がったりしたけど、まあそんな感じで DLC っていうのはやっぱりゲームの中では最近結構主流で、まあ発売後にね、新しいコンテンツを追加しますみたいなっていうのがあります。でディアブロも同じく3の時とかもその追加コンテンツっていうのはあって、基本的には有料になってて、有料 DLC として発売されて、でそっからですね、まあ、あのいろんなものが追加されていくみたいな形になってます。でやっぱりメインコンテンツとしては新しいクラスだよね、新クラスになりますね。例えば、まあ、3の時だとネクロマンサー実は後から追加の DLC で出てきたというような感じになるので、そんな感じで今だと出てないのだとクルセイダーとか、そんな感じで2とか3とかで出てきたディアブロの前作で出てきていたクラスとかっていうのが4で追加されるような形の DLC、 もしくは新しい職業が、全く新規の職業が追加されたりする可能性もあるよねというような形で、まあそういったですね具合って、まあ DLC っていうのはまあ基本的に大体キャラクターっていうかクラスが多いかなっていう感じで、それについてロッドがインタビューで言及しましたという形になってますので、実際にインタビュー内容を見ていきたいと思います。で、ロッド何言ってるかっていうと、まあ、ご存知の通りそれは結構何年かかかりますっていうのは言ってます。なんだけど、まあ、一応予定としては毎年1個は DLC 出したいよねっていう話になってますっていう形なので、基本的にはまあなんかね、追加コンテンツを、まあ、毎年1個は出したいよねっていうのと、でさらに言うとそれ自体にはまあ結構時間がかかるよねって前置きをしてるので、まあおそらく2023年、今年はまあ多分出なさそうな匂いがする。まあ、多分こういう言い方をするのであれば、まあ改善をしていく方向に舵を切って、追加 DLC は今年は出ないんじゃないのかなっていうような匂いもしたりしてるっていうか、まあおそらく結構炎上とかがえぐかったので、発売1ヶ月後からの急落が半端なかったんでなのでそこら辺のですね改善とか、あとはマイクロソフトとの買収の話、マイクロソフトに買収される予定なんだよね、ブリザードがですね。なのでそのブリザードが買収される過程で今ちょっと揉めてるんだよね。なんか独占禁止法かなんかで、なんかあーたらこうたらってヨーロッパで、まあ差し止め食らっててみたいなのが、ちょっとね俺もよくそこまでね詳しくないからあれなんだけど、そういうのがあって、まあなんだけど買収自体は進めていくみたいな形でまあ言っているので、まあそこら辺でね、まあいろいろあったりして、そういったもののまあ進捗、外からのなんかいろんな影響とか、内側からのまあやっぱりクレームというかですね、炎上とかのそこら辺でまあちょっとあれなんだけど、多分俺の予想としては、まあ予想なんでワンチャン来るかもしれないんだけど、一応まあ今年は来ないかもしれないよねっていうので、2024年25年と DLC が来る可能性が高いよねっていう形で、現状だと2つ DLC を今開発中らしい。なのでまあ来年再来年の分、新しいクラスの分は開発中なんじゃないかなっていうところなんだよね。で一応ね、そのディアブロ4がリリースする前にですね、話が何個かあったりするんだけど、その中のまあ話題で結構スキルとかもね追加されたりで、あとはまあ前々から言われているレベルキャップの解放とか、あとは上のティアですね、ワールドティア4じゃなくて5の解放とか、なんかいろいろあるので、もしかしたらそのタイミングで持ってくるのかもしれないかもしれないし、であとはスキルの拡張とか、まあ別のスキルツリーを増やしたりとか、パラゴンのまあなんていうの、ボードを増やしたりとかっていうのも多分今後来ると思うので、そこら辺でですね結構大型なアップデートっていうのを有料 DLC として今後残していて、それをですねかなり精力的にやる予定という形になってますね。でロッドのインタビューとしては結構ね、まあ難しいよねっていうのは分かってるので、まあ四半期ごとに、まあ1年ごとに
年間のその拡張という形で DLC をやっていくという形で、まあ、考えていると、まあ、なので一応ね今回のインタビュー記事の内容をざっくりまとめると、今2つの DLC が開発途中ですと。で毎年1個 DLC を出すような形で、行くっていうのが一応想定されてますと。で、まあ、あの DLC にはまあなかなかね年単位の開発の時間がかかりますというところなので、まあおそらく2024年から毎年1個ぐらいの DLC が出てくるのかなっていう、そんなね、まあ、予想にはなってくるかなというところで、そこで新しいクラスとかそういったものの、まあ、追加要素がどんどん入ってくるって感じなのかな。でまあもちろんね大きいバランスとかですね、まあ、新しいシステムとか、まあ、より使いやすく、まあ、倉庫とかね今特に、まあ、かなり数とか少ないので、そういった、まあ、ユーティリティの部分とか QOL の部分も上げていこうっていう形で、まあ、やってるのかなっていうふうに思いますね。という感じで最後にこれを踏まえて実際にね、まあ、海外のその有名なですねサイトの人たちのライターですね、ゲームライターの人がどういうふうにこういった現状っていうのを書いているのかっていうのをね共有していきたいと思います。でまず一つ目はですね、しかしとしかしという文言からちょっと入るんですけど、しかしコミュニティはすでに開発チームの大胆な計画に懸念の声を上げておりっていう形で、まあ、ちょっと信頼されてないんだけど、プレイヤーが新しいクラスなどの新鮮なコンテンツのロックを解除するには定価の拡張を毎年購入する必要があるという事実、まあ、毎年、まあ、なんていうのバトルパス以外のなんか DLC を有料で買わせて金ばっか取るやんけみたいな意味合いの話ですね。でさらにそういった批判している一方で、定期的に広範囲でメタを変えるコンテンツのアップデートっていうのですね、大型アップデートっていうのを期待している人もいると。で、まあ、結論、新しいシステムと手直しが必要ですっていうか、まあ、満載ですみたいなことが書いてあるので、そういう風な形でやっぱりその海外の結構ハクスラとかをメインに扱ってるゲームサイトっていうところのライターもそういう風な形で認識はしているので、現状のディアブロ4っていうのが、まあ、やっぱりだいぶね解約されていって、最初の1ヶ月はめっちゃ楽しかったのに、なんかだん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 やばい方向に行ってて、今どうしようもない感じになってるよねっていうところの、まあ、認識は結構海外とは国内とは、まあ、結構同じ感じの、まあ、ユーザー的な目線は結構どこも同じ感じのノリっぽいですね。まあ、僕のなんかその何て言うんですかね、動画とかのコメント欄で書いてくれるみんなのね声とか見てみると、まあやっぱりね、もちろん楽しんでいる人もいるんだけど、まあやっぱりやばいよねっていう声もあるので、海外も同じくやばいよねっていう風にまあ思ってはいるっていうところですかね。なのでそんな感じで現状は行われているっていう感じですね、海外の有名なライターとかの認識というか、その頭の中もねという感じなんで、でまあこの状況なんで、おそらくね何やっても結構批判されるみたいな感じで、結構まあちょっとかわいそうな感じのロット君になっちゃってるのでロットピエンみたいな感じなんで、そこはまあかわいそうかなって思ったりするんだけど、まあ自業自得だからね、自分で壊しちゃったから、そこの部分で結構ね難しいかなっていう感じです。で他のね意見とかに関しては、なんかね、まあ意見っていうか海外のリーク情報みたいなやつなんだけど、ディアブロ4はおそらく開発者が、まあ、開発チームのエンジニアたちが望んでいたよりも6ヶ月早くリリースされたらしいんだよね。この結果、これちょっと分かんないよ、これはらしいだから。でこの結果ゲームは未完成の状態で改善される余地が結構あるっていう感じになってるらしいな。まあちょっとここはまあらしいなんでちょっとあれなんですけど、若干怪しかったりはするんですけど、そういった可能性もあるというところですね。で俺ね、意外にこれなんかそれっぽいなっていう風に思ってるんだよね。でこれスターフィールドの話と結構似てて、スターフィールド今回俺やってるんだけど、バグが他のベセスダゲスカイリムとかと比べて少ないんだよね。まあバグあるっちゃあるんだけど、めっちゃ少ないんだよね今まで比べると。でこれって何が原因かっていうか、そのなんでそういう風にできたかっていうと、マイクロソフトに買収されたんですよ、ベセスダが。スカイリムとか作った会社がね。でそこでスターフィールド作ったんですよ、その状態で。親会社にマイクロソフトがいる状態で。でマイクロソフトのそのクオリティ管理のチームとかがめっちゃ入ってきて、でバグ修正とかして
で、あ、これやばいわっていうことでスターフィールドの発売をわざと延期させて、でその延期した期間でめちゃくちゃバグ修正して、でできるだけあの綺麗にしたっていう形で、そういう危機管理とバグ修正能力とかその品質管理の部分とかがマイクロソフトさんがかなり強いらしいので、まあそういったベセスダの昔と今のゲーム出した時の差っていうのがあるので、そこら辺を考えると、まあ、マイクロソフトさんがいない状態のブリザードっていうねディアブロを作った会社は多分前のベセスダみたいな感じで、そういう風なノリでもう作っちゃってて、もし、まあ、マイクロソフトが、まあ、買収してたらそういう風にならなかったのかなっていう風に思ったりもするので、まあ、やっぱりそのなんていうかな、ゲームメーカー単体で、まあ、イケイケでやっちゃうとそういうことが起きちゃうのかなっていう。スターフィールドも本当は発売しようとしてたらしいんだよね。でマイクロソフトのクオリティチームが待てっつってあの止めたらしいからっていうね、なんか話題もあるので、海外の記事とかではね。なのでそういったところでちゃんとそのビジネスライクにやっているところと、まあ、ゲーマーライクでやっているところではちょっとですね、強いところ弱いところがあって、まあ、やっぱりクオリティの部分で弱みが出ちゃったのかなっていう話が出てますねっていう感じですね。なので、まあ、そういったね形で会社が一つね増えるっていうか、まあ、そのなんかマイクロソフトのクオリティチームが入るだけでこんな変わるんだって思ったりしたので、まあ、そういったなんか流れもあるのかなっていう風に感じましたね。で、まあ、ただね、そのいろんなね海外の記事とかがあったりするんだけど、まあそのなんていうかな、もうこのゲームは最悪や終わったわっていう話ではなくて、基本的に大体みんなね今後良くなるっていうのが、まあ、結構みんなの意見が多かったりする部分なんだよね。っていうのも、まあやっぱりなんだけど、ディアブロ3とかもそうだったらしいんだよね。で、俺の場合はちょっとディアブロ3がそのスイッチで始めたから、もうなんていうの？いろんな DLC が入って、綺麗になった後に始めたから、ちょっとそのね、初動からのカオスの時期は知らないんであれなんだけど、もうね、普通にネクロマンサーから始めたみたいな感じだからあれなんですけど、そういった序盤ね、こう微妙な感じの時で、でそっから持ち直して数年かけて綺麗になったという、そういったまあなんかパターンがあるらしいので、まあそのパターンで今回も来るんじゃないのかなっていうのとともに、まあ一応その常にアップデートはしていて、まあなんて言うんだろうな、そのライブサービスっていう単語がよく出るんだけど、まあいろんなディアブロのなんていうの、ディアブロの関係者の人、会社の人、ロット含め、まあそういった形でそのライブサービスという形で常にリアルタイムでアップデートしていくみたいな、そういったまあ形っていうのを取っているからこそ、まあ今後それに伴って良くなっていくんじゃないのかなというふうなまあ話で、結構ねまあいろいろ批判はあるけど締めくくられているっていうことが、まあその有識者の中では多かったりするので、そういったところを考えると、まあやっぱり一応今後シーズン2とかはまあいい感じになるのかなっていうふうには俺は思いたいなっていうふうに思ってるね。はい、もうちょっとなんかね、シーズン1直前で大失速しちゃったから、マジでさ、発売当初の最初の1ヶ月半ぐらい最高に楽しかったのに、急にあれでさ流れが一気に変わったじゃんなのでそこら辺含めね、全然レベル100に到達してからもいろんなやることあったし、なんなら他のキャラやろうかなっていうところだったんだけど、相当ねそこから崩れていっちゃったから、なかなかね、まあ自滅したっていうのに俺は近いかなっていう風に正直感じているので、まあそういったところ含めですね、まあ今後シーズン2は良くなってくれると俺もマジ嬉しいなって感じですね。シーズン2はシーズン2でまたバトルパス買ってスキン買って遊ぼうかなって感じで、でも次はね別のねネクロマンサーじゃないキャラでやろうかなっていう風に思ったりもしてるから、そこら辺含めね結構俺は正直楽しみにしているので、まあぜひね新しい形のディアブロを見せてもらえると嬉しいなっていうか、もうロット無理や、ロット早くもう変わりなっていうところになりますので、まあそんなね形で現状だといろいろね話が出たり、海外の中では見られているっていう、まあもちろんね海外のコミュニティがめちゃくちゃでかいから、非常にねディアブロを見る目は全然日本より厳しいので、まあそういった中でまあこういった意見がね、まあ、出ているっていうところではありますので、まあぜひ頑張ってほしいなという形で、僕はねロットの後任が超有能な人が来ないかなって毎日思ってますはい皆さんのシーズン1はどうでしょうか。ちょうどこの動画を投稿する頃には、多分シーズン1残り1ヶ月ちょっとみたいな感じになってると思うんだけど、まあ、なかなかね、難しいところではあると思うんですが、ぜひみんなの近況とかも聞かせてもらえれば幸いです。そんな感じでね、
今日は、なんと DLC 毎年1個出しますぜっていうのが出てて、でさらになんかいろいろ海外から、まあ、こうだよああだよっていう情報とか海外の現状ね、感じられているディアブロ4の現状っていうのもね伝えてきましたので、まあ僕は僕で楽しく遊んでこうかなって感じで、まあみんなと一緒に遊んでいければ幸いです、はいっていう感じでね、KTR ゲーミングではディアブロの動画結構出してますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。で生放送もね結構やっていくので、その中でね皆さん質問とかあったら全然気軽にコメントくださいっていう感じでね、みんなと、ディアブロ4遊んでいけるわって感じで今日はこの辺にしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でしましょう。バイバイ。